はい、皆さんおはようございます、こんにちはかな。今日はですね、新しいカメラ、このね、今この僕の顎のところについてる新しいカメラ、オズモアクション4のテスト撮影に来てます。これから名栗港まで行きます。で、今回はこのオズモアクション4に外部マイクをつけて、顎のね、口のちょっと下ぐらいに今マイクを仕込んで音声の録音のテストもしています。マイクはソニーのね AS300 の時に使ってたマイクをそのまま流用して USB の変換かまして記録してます。 AS300 の方はレコードレベルっていうのかな、それ自動でやってくれる可変なんですけど、こっちのオズモアクション4の方は多分可変じゃない気がしますね。その代わりマイクのゲインが調節できて、プラス方向とマイナス方向に共に 20dB ずつぐらいなのかな、調整できます。で、 AS300 もそうなんですけど、マイクね、口元にマイクを持ってくるとやっぱね、結構割れるんですよね。割れるの、普通に喋ってて割れちゃうから、もう皆さんね、いろいろ苦労しながら割れないようにとかやってるみたいなんですけど、このオズモアクションの場合はマイクのね、ゲインをマイナス方向に振ることができるから、今一応マイナス 10dB でやってます。これでどうかなって感じなんですけど、音取れてなかったらもうナレーションですねこういう感じでテスト撮影をしながらマイクゲインの調整を一度決めちゃえば、あとはもうそのまんまって感じだと思うので、ソニーの場合はね、なんか周りの音が大きくなるとボリュームレベルを下げて、で周りの音が小さくなるとボリュームレベルを上げるっていうね、まあ、いわゆるこうオートレベルみたいな、そういう機能がもうデフォルトでついてて、それをねオフにすることってできなかったんですね。でこのオズモアクションにはその機能がついてるかどうかっていうのはちょっとわからないんだけど、まあ、これは今回このテスト撮影をするときにわかるかなって感じ。早速ね、高速道路に乗ってすぐ分かったことが、顎にマウントしてるので、風切り音がすごいですね。今ね、まあ、80キロから90キロぐらいで走ってる分にはしないんですけど、ここね、110キロとか超えてくるとピューって音がね、するので、手でこうやって前をこうね、隠すと音しないので、おそらくこのオズモアクションの筐体に当たった風がシールドに当たるか、どっかに当たってピューっていう笛みたいな音がするのがね、ちょっと気になりましたね。今ね、同時に、今まで通り右の、ね、頭の右側に AS300 をつけてるんですけど、 AS300 はね、やっぱ右横につけてるからなのか、風切り音がしても聞こえないんですよね。聞こえないかな、あんまり気にならないんですけど、めっちゃスピード出しても。でもオズモアクションはね、こう前に、自分の前にあるんで、前でね、笛がピューみたいになるとね、結構気になりましたね、音がね、これうるせえなってちょっと思いました。後で写真も見せるんですけど、今ね、画角がどういう感じになってるのか、おそらくちょっと下を向いてる気がするんですね。なんか本来はもうちょっと角度を上に向けたいんですけど、こう上下でね、上下を向けたいんですけど、なんとね、一番こう乗車姿勢で、カメラが水平になるように、こう上下でね、上下でこう水平になるようにすると、なんとシールドに当たってシールドが開かないっていう、シールド開けられなくなっちゃうんですね。これはね、ちょっとね、自分でマウントしてるときはちょっとシールド傷つけるのが嫌だからシールド外してたんで、ちょっと分かんなかったですね。最初は初めてつけてシールド開けっぱなしに、開けたままでヘルメットかぶるじゃないですか。でさあ、じゃあ行こうかなと思ってシールドをね下げたら、もう筐体に当たってシールド閉まんないんですよ。これはちょっと誤算だなって思いましたね。これなんでかっていうと、オズモアクションの、マウントってね、 GoPro より足が長いんですよ。だからちょっと高いのね、そういうのもあんのかなとか思いましたね。だから、まあ、今僕のこの顎マウントしてるところがもうちょっと下につけたりとかすればよかったんでしょうけど、まあ、足が長いんでマウントはね、だいぶ下に来ちゃうんですよね。だこれは社外品で足の短い、ウランジとかから出てるんですけど、足が短いね、 GoPro とかと同じぐらいの長さの足に変えるっていうのも手なのかなと思って。ただでさえこのマグネットマウント分のベース分だけね、 5mm ぐらい高いんですよね、マウント位置が。 GoPro から比べると、 GoPro って筐体から足が出てるん でそのままマウントにくっつけるじゃないですか。オズモアクションの場合はその足の上にマグネットマウントの台座があって、でそこに本体がカチャってくっつく感じなので、普通に 5mm ぐらい背が高いんですよね。同じマウント位置に
マウントしたとしてもオズマアクションの方がちょっと背が高くなるっていうのがね、これはね両方とも比べてる人、同じ位置に左右並べてマウントしてる人のレビュー動画を見ると、あやっぱオズマアクションの方がそのマグネットマウントの分だけ台座が高くなってるんだな。今オズマアクションの方は、ロックステディ、手ブレ補正はロックステディにしてます。ロックステディは一番オーソドックスな手ブレ補正で、クロップ率も一番低いのかな。画角は広角にしてます。どんな感じか今自分でね撮影してるのどんな感じか見えてないのでね、あとこう乗りながらこうスマホでね画角とかを確認するのはもうほぼ不可能に近いので。ちなみに今、ソニーの AS300 の方は、の手ブレ補正はスタンダードにしてますね。さあ今度はね手ブレ補正をホライゾンバランシングにしてみました。ホライゾンバランシングはこう首をね今傾けてるんですけど、両側に左右に傾けてもずっと水平、映像的に水平を保ってくれるっていう感じですね。なので多分なんですけど、まあ、僕なんだろう、バイク傾けた時に首も一緒に無意識に水平を保とうとするので、まあ、そもそもそんなにいらないかなとは思うんですけど、この横にねつけてる AS300 はなんていうのかな、マウントがね水平をねすごい取りにくいんですよね。だからいつもなんか斜めになってる、僕の元ブログの映像はいつも斜めになってる。で僕がこのオズマアクション4を買った時というか、まあ、最新の、ね、カメラに GoPro もそうなんですけど変えようとした時に期待してたのがこの水平維持機能なんですね。これが例えば釣りの POV の動画だったりとかする時もやっぱ水平を保ってってもらえるとすごくありがたいなと思って、このアクションカムもバックパックのショルダーのなんていうんですか、ベルトっていうんですかね、あそこにマウントしてでそれで釣りしてたんですけど、やっぱり、ね、水平保てないというかなんかねやっぱずれるんですよね。それがすごい嫌で水平を保ってくれるっていう機能にすごい期待、めっちゃ期待してる感じですね、はい。その代わりクロップ率がすごい大きくなるので、こう視界が、視野が狭まるというんですかね、これはちょっと今 AS300 と比べてどれぐらいの視野が変わるというか見方が変わるのかなっていうのはありますけど、ただマウントしてるとこが左右同じとこじゃないんでね、このオズマアクション4は顎のところにつけてて AS300 は右側のこう耳のあたりにつけてるから厳密には同じ感じにはならないと思うんですけど、バイクのヘルメットにつけるとするとこの水平維持機能はそんなに必要ないかなとか思います。そもそもがオズマアクション4ってもう水平にマウントされちゃうんですよ、どうあがいても。最初のベースをちゃんと水平に保てばもう水平にしかならないというか、こうして後から確認してみるとホライゾンバランシングの画角は割といい気がしますね。もうちょっとカメラを上に向ければなんかバイクに乗ってる、ね、臨場感みたいのが結構出てる気がするんですよね。あとねオズマアクションの手ブレ補正は結構横方向にも縦方向にも非常によく効くというか、ソニーの、ね、AS300 よりも全然効くんですよね。僕ねバイク乗ってる時にいろいろな確認も含めてなんですけど結構首をねこう振ることがあるんですよ、目視でこういろいろ確認するのに。でS300 の方はそれも一緒に手ブレ補正をオンにしててもそれも一緒にこう追従するっていうんですかね、なんですけど、このオズマアクション4の方は結構首をこうやって横に振ってるはずなんですけど意外に振られてないというか画角には変わってないっていうか、それもね手ブレ補正の一つの機能だと思うんですけど、そこはねなんかすごい見やすいなって思いましたね。前の AS300 よりも見やすいなって思いましたね。こういう感じのとことか結構ねバイク乗ってる感がすごい出てる気がするんですよね。だから意外にいいかなってちょっと思います。はい、今回ね僕が一番テスト撮影したかったこの森ですね、森とか草木での撮影ですね。これねソニーのカメラ特有なのかわからないんですけど、でも GoPro の人でもそうなんですけど YouTube ってこういう森とか草木のエンコードがすごい苦手というかすごいね解像度がボケボケになるっていうか、この草木のところに来るとなんかブロックノイズっていうんですかね、ブロックノイズだったりすごいディティールが落ちるんですよね。葉っぱがそれぞれ描画されないっていうか、なんかぼやっとねモザイクかかったみたいになるんですけど、
で今回テストでねこの部分だけを切り取ってもう YouTube にアップロードしてあるものがあるんですよ。それぞれ 4K の解像度と 1080p の解像度でアップロードしたものがあるんですけど、ここ今回ねちょっとね驚きの結果が出ました。もともとフル HD でそう 1080p でアップロードした時と 4K でアップロードした時と YouTube 側でエンコーダーが違うっていうのは結構有名な話なんですけど、今回やってみたらそのディティールが落ちるっていうのはもう完全にエンコーダーの違いでしたね。この画像を見てもらいたいんですけど、こっち側が 1080p でこっち側が 4K の画像なんですけど、葉っぱのディティールが違うんですよね。これ拡大してこれだけなので通常のあのサイズで見たらすごい違いが分かります。で再生するときも同じ 1080p で再生するんですけど全然ディティールが違うんですね。これって通ってるコーデックが違うんですよね。なんかフル HD だとなんか AC1 っていうコーデックに通って、で 4K だと VP9 っていうコーデックが通るらしいんですね。コーデックの違いでこんなにディティールに差がねはっきり出るっていうのはちょっと興味深いですね。なかなかコーデックとかねエンコードとかね分かりにくいっていうか僕もあんまりよく理解してないんですけど、今後はフル HD で撮影した動画も書き出すときは 4K で書き出して、で YouTube にアップロードしてあげれば絶対 VP9 っていうコーデックが通るので画質はこちら側で制御できるっていうんですかね。だから今後はこの方式で YouTube にアップロードしていこうと思います。はい、今これね 2.7K のロックステディだから普通の手ブレ補正ですね。今このスマホをさ繋いでるからなんだけど、結構あれだね、やっぱ顎だからもうちょっと上向けないと、ほとんどがなんていうの、ほとんどがここしか映ってないというかっていう感じかな。やっぱもうちょっと上向けたいですね。今ね AS300 の方がバッテリー切れましたね。同じこれとね同じ風に撮ってバッテリー切れた。とりあえずちょっとコンビニ行こうかな。一旦 AS300 はもうよいしょ、 AS300 はもうテストが多分できたからもう外しちゃいます。はい、今バッテリーがね残り 9% になって、今ちょっとコンビニで充電してます。本当に15分で 80% まで充電できるのかどうか。はい、今ね一応15分充電したんだけど、僕なんか15分って覚えてたんだけど18分で最大 80% まで急速充電できるっていう、あれなんだけど実際何パーセントになったかなっていうと 23% 見えるかな、 23% ね。これね落とし穴があって、 DJI の純正の 30W 出力できるアダプターで Type-C のケーブルを使って充電すると最大 80% っていう、だからモバイルバッテリーとかじゃなくてコンセント直ね。ちなみにこれはワット数がどこのことか分かんないんだけど 18.5 ワットアワーっていうのかな、アンペアアワーとちょっと違うんだけどさ、だから約半分だよねこれ、半分で出力がこれ 2.1 アンペアだから、まあ、結構強力な方なんだけど、スマホとかは結構さすぐ充電できる方なんだけど、このモバイルバッテリーとかでやるってなるとやっぱ30分以上は多分かかるよねきっとね、充電するのに。そこはやっぱ落とし穴だったね。だからやっぱ充電器バッテリー1個での運用っていうのはちょっと無理があるね。はい、とりあえず外のねテスト撮影は終わって家に帰ってきました。まあこれ別の日に撮ってるんですけど、で今回はこのね箱、今ねどういう状態で入れてるかっていうとこういう感じで入ってます。でマウントとかなんかこのネジとかね、まあ、これだけ持ってけばとりあえず撮影はできる、ヘルメットにねくっつけて撮影ができるみたいな感じですかね。サバゲンの時とかは、まあ、これで持っていこうかなっていう感じですね。でオズモアクションね、これ買う時に結構困ったのが、予備バッテリーが Amazon で買えないんですよ。あの本体セットかなんかそのアドベンチャーコンボみたいなバッテリーと充電器のセットしか買えなくて、バッテリー単体って Amazon で売ってなくて、でメーカーのホームページからじゃないと直接買えないんですね、バッテリーが。でとりあえずこの間のテスト撮影の時になんだかんだでね2時間ぐらい撮れたんですよ、1個のバッテリーで。であの時は 4K で撮ったり 2.7K で撮ったり 1080p で撮ったりしたんですけど、おそらく 1080p で撮ればもうちょっとやっぱメーカーの交渉通り160分ぐらいは撮れるんじゃないかなと思う。ほとんどが 4K でその日は撮影してたんで結構バッテリーを食ったと思うんですね。でバッテリーが
純正品が1個4400円で、充電器が8000なんぼとかするんですよね。さすがに8000は高えなと。なので僕はなんか唯一社外品のチャージャーが売ってたんでこれを買いました。これ3100なんぼとかだったんですよね。でこれは2本同時に充電できるのと、あとこのインジケーターあるんですけど、これはなんか今どっちが充電されてるよとかっていうのはこの状態では出ないです。モバイルバッテリーとつないでみて多分初めてどうかって分かるんですよね。今これ一応充電状態なんですけど、まあ、しばらく時間が経ってるので赤くなってる、見えるかな。で満充電状態になるとこれが緑になるっていう感じですかね。はい、どれぐらいで満充電になるかっていうのはちょっとわからないんですけど、メーカー純正品買った状態でだいたい 50% ぐらい充電されてるんですよ。でそれをこの モバイルバッテリーで充電した時に 50% から 100% になるのに60分ぐらいかかってますよね。すっからかになったやつを満充電にするのにこのモバイルバッテリーだったら2時間ぐらいかかるかもしれないですね。これ出力がそんなに高くないので、 30W の出力できるアダプターとかで Type-C のケーブルで充電するとなんか充電がすごい早いらしいんですよ。超急速充電っていう だからその環境を揃えないと結構時間がかかるのかなと思いますね。今のところ問題なく使われてるのでなんかめっちゃいいんじゃないかなって気がします。ただなんかちょっとよくわからないメーカーのロゴなんですけど、これちょっとなんかかっこ悪いなと思ったから、なんか僕自分でねシールのデータを作ってローソンでねステッカー作ってきましたステッカーっていうのはこれも僕があの作ったやつなんですけど、ちょっとやってみようか、ちょっと貼ってみよう。社外品のバッテリーって売ってないんですよね。基本的にこういうのってパクるのって中国じゃないですか。 DJI って中国のメーカーなんで、なんか中国国内で例えばアリエクスプレスとかでパクリのバッテリーとか見つけるとなんか圧力かけてるのかな、パクんじゃねえよっつって。だから互換バッテリーが存在しないんですよ。ちょっとさすがに4400円は高いなと思うんですけど、だしばらくこの2つでね運用していこうかなと思います。とりあえず初感はこんな感じですかね。悪くないと思います。編集してる時も 4K のファイルってめちゃくちゃ重いんですけど、ちょっと僕のパソコンではスペックが足りないので今後 4K で撮影するってことは多分ないですね。ちょっとね動画だいぶ長くなっちゃうと思うんですけど、こんな感じで、はい、今後はこのカメラをメインとして使っていきたいと思います。この動画を見てね少しでもいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あと僕ツイッターもやってるんでね、ツイッターをフォローしてもらえると飛び上がって喜びますよ。あと毎週火曜日と金曜日に YouTube ライブとツイキャスと同時配信をしてるので、よかったら遊びに来てコメントしてください。コメントしてもらえると僕喋れるんでね。それじゃあまた皆様次回の動画でお会いしましょう。またねー。